こんにちは、シャイニージムです。今日は元気さんと胸ゴートレさせていただいて、はい、で元気さんには今日質問コーナーということで、はい、うちでは取らせていただきます、はい、じゃあ早速質問を。安住さんの YouTube ですもんね。そうです。はじめまして、大橋元気です。出たことないですかね。ないか。なかったかな、多分。ジム自体来たのが1年半ぶりぐらいですね。そうですね。もう1年半経って、早いですね。早いです、うん。じゃあお願いします。はい、じゃあまず元気さんの本名は？大橋元気と申します。これも普通にみんな知ってますもん。これはなんか知んないけど。本名でやらせてもらってますから、はい。ご出身は？埼玉県所沢市ですね。はい。近いですよね、これはね。近いです。あ、そうそうそう。はずみさん近いです。そう。ご兄弟は？姉が1人、3つ上にいます。はい。生年月日お願いします。1989年10月の9日でございます。34歳で今年5歳の年ですね。そうですね、はい、だからドリアンイエーツ世代、我々あ優勝した世代です。あ、はい、ドリアンイエーツが優勝した世代、ね、確か 5、6年優勝連覇したと思うから。なるほど、そこらに入ってますね。はいはいはい。スポーツ経験は？ずっとサッカーやってきましたね、プロ目指して。でここからまた後でその学歴の子になってますけど、はいはいはい、高校サッカーするとか言ってましたもんね。そうです、そうです。そこも含めてちょっと学歴の方をお願いします。はい、まあ高校は、埼玉県の武南高校で、うん、サッカーやって、でそこで高2の時に修学旅行行ったんですよ、はい、でオーストラリア行きまして、まあ、積み立てて行くやつで、うん、そしたらそこでもう僕衝撃走っちゃいまして、ビビビッと、これだと、俺は海外で暮らすんだ、海外で仕事、もうサッカー関係ない、関係ない、海外に行きたいっていうのがもう先行しちゃって、そっから神田外語大学受けたんですよ、はい、推薦、あの AO 入試かなんかで、はい、でも落ちまして、で神田外語の専門学校行って、で2年間専門学校行って、でその後オーストラリア、ちょろっと留学してっていう感じで。なるほど。だから元気さんが結構海外のコンテストにフットワーク軽いなと思うこともありますし、うん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 、海外の文化をこう取り入れるのがうまいのは英語がやっぱ喋れるからっていうところ、うん、英語は喋れないんですけど、まあ好きですね、やっぱ海外の文化がもともと好きで、ずっとその住みたいなって、向こうで生活したい、要は人が好きだったんですよね、あの、うん、ノリね、ノリとフランクな感じが、うん、で日本人ってやっぱこうシャイな人も多いので、そうですね、そこがやっぱ好きだったんですけど、やっぱり住むならもう日本ですよね、うん、便利さがやっぱ全然違う。もうやっぱ大会でこう最近海外行くことが多いですけど、やっぱり融通が効かない、うん、でも日本は効くことが多い、だからやっぱ日本いいなって、うん、外出て思いましたね。はい。じゃあここからは学歴です。学歴、はい、職歴は？職歴は、で専門卒業してから、まあ、ちょっとオーストラリア途中で行って、で、また帰ってきて、で、就職して、その建築系のサラリーマンやってましたね。あ、営業。旭化成、現在の商品を売るサラリーマンやってて、だからもう毎朝っていうか、毎日もう営業ですよ、うん。お昼前から出てって、それこそ、京王線乗って、うん、いろんなとこ行ってましたね。京王線乗ったり、まあ、都内練り歩いて。うん、っていうのを丸3年やって、そっからまあもう一回海外行きたいなと思って、はい、脱サラして海外行こうと思って、そしたら近くでたまたま高校の友人がお弁当の配達やってて、ロケ弁の、はい、でそこにちょっと元気、その海外行くのはいいんだけど、その最後ちょっと小休止っつうか、もうちょっと小遣い貯めていけばっつって、うん、その弁当屋入った先に筋トレ好きのおじさんがいてみたいな。なるほど。筋トレに出会うんですよね。じゃあそこで海外に行くのは なくなったって感じなの？なくなっちゃいましたね。はい。そこで分岐点ですね。そうです。で、そこからコールセンター、それこそ有名な話ね。はい。はい、安住さんも知ってる、はい、まあ、坂田っていうのがいるんですけど、うん、その彼の部署ができたから、ちょっと元気手伝ってくんないって言われて、コールセンターで働いて、うん、でその後ですね、トレーナーやったのは。なるほど。はい。ちなみに坂田君の企画はどうなっちゃったんですか？あいつがだからその子供2人できたんで、うん、なかなかフットワークがやっぱちょっと重くなりまして、で埼玉に住んでるのもあって、
でもまあこの間ちょうど電話してちょっとやるぞっつってまだ続いてる。もうやっぱりねパパだから健康大事じゃないですか、うん、でもやっぱ太ってるんでそろそろ俺もやりたいんだよねっていうところで今止まってますね。マラドーナまたやるかもしれないんで楽しみです。はい、いいキャラですよね。めちゃくちゃいいです、うん、芸人でもおかしくないぐらいキャラはめっちゃ濃いんで、ここからちょっとボディービルの質問になってくるんですけど、はい、ボレキ何年ということで、はい、コンテスト歴とトレ歴をちょっとまず教えていただきます。トレ歴は本当にそのウェイトトレーニングをしてからは22からなんで13年目ですかね、うん、今13年目で、ボディビル歴コンテスト出てからは2015っすかね最初出たの。だから 9年ぐらい9年ぐらい経ってますね、うん、9年目 か, 9年目か来年で10年目か経ちましたね。そうなんですよ。この前なんか NPCG 発足10年みたいな、はいはい、そうっすね、が出たコンテストでサリーさんが言ってたから、もう10年たった、はいはい、一発目ってその USBB が10あれ2014年だから、あじゃあその後15年から NPCG という団体になって、ただなんか俺の記憶だと役員全員 USBB の時から多分今の FWJ の人なんで、そうっすよ ね, 多分ね、だからもうちょっと10年やってる感じですね、うん、なるほど。いやそんな経つっすね。経つっすよ、いつの間にか。初コンテストはどの大会からですか。それこそ15かな、うんうんうん、のビーフ佐々木クラシック。あそっから出られてるんですか。はい、15か6かな、15だった気がしますけどね。山沢さんとかも出たんじゃない。山沢さんもいたみたいですね、うん、で、あとは誰だ、リバトラル。ああ、そうっす、慎太郎も出てたっすね。え、マジっすか、そっから出てんだ。うん、慎太郎そこで初めて会ったっすもんね。まだ G パン入ってたんでしょ。入ってたっす、うん、一発目がビーフでしたっけ。ビーフです。じゃあもう一発目から出てんだ。はい、ビーフ出て、で、その年のワールドレジェンド出て、あそこは俺も一緒に出てますよね。そうっすね。で、僕10位とかだったんですかね、うん、安住さんもう優勝でしたね。俺の時はクラス別は取ってますね。クラス別だけ取れましたね。そうですね、うん、懐かしいな。早いっすね、あれから10年。 早いな、懐かしいっすね、うん、それが最初ですね。ちなみにオーバーオール何回取りました。いや、1位、いや大阪の大会と大阪の大会ぐらいですかね。 でもあの2016年のあの何でしたっけ、あれ金子健さんのが出てた。 あれはでもオーバーオールなかったんですよ。なかったのか、衝撃が強すぎてあたかもオーバーオール取ったから。はいはい、まああったら取ってたかもしれないですね、うん、でだからその後は2019は金金さんに負けてますし。ああ、見に行ったやつだ、俺がグラビーカップだ、はい、あれはすごかったよね。途中帰っちゃったねちょっといろいろあった、ね、夏ね、真夏でしたね、うん、あれでもあれですよね、あのなんつったらいいのかな、なんだろう、なかなか金金さんだからもうあれ以降並ぶ機会あんまないですよね。いや本当にそうっすですし、うん、もう彼は1個上のステージ行っちゃったんですから。そうですね、はい、じゃあ意外と1回だったってことなんだ。そうですね、オーバーオール1回かな、取ったのは。これ意外ですよ、俺も3回ぐらい取ってんのかな。ああ、意外と1回か。影響を受けたボディービルダー選手。僕はねやっぱりそのなんて言うんでしょう、フィットネスモデル系のマッスルコンテストだったんですよね、うん、僕ら。マッスルコンテストじゃないや、マッスルマニア、シメオンパンダ、そうユリシス、あの2人っす、うん、一番最初は世代一緒なんだよね、うん、マジであの2人なんすよね、うん、だから今でこそね違うじゃないですか、シーバムとか、うん、いろいろいると思うんすよ、うん、ボディビルダーも。で僕らの時ってまだ IFBB よりもあっちも結構盛り上がってましたよね、マッスルマニアが。なんかその後ですもんね、多分その何でしたっけ、ジェレミーとか。そう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 、そうなんすよ。だから本当にあのシメオンパンダっていうのが一番かっけえ体してるなと思ったのがきっかけですね、うん、まさに同じだ当時は、うん、はい。それでもまだコンテスト出る前ぐらいですもんね、多分ね。でまた鍛え始めた時なんで、はい、本当にそうですよね。そうです、うん、うわかっけえと思って、うん、かる、目指し出したっすね。俺ユリシス派でしたね。あーかっこよかったっすよね、うん、体綺麗だったよな、なんか二人とも。まあ影響を受けたのはその選手だと思うんですけど、はい、憧れの選手とかって言いますか。自分はやっぱシュワちゃんなんですけど。あでもやっぱり僕もそれで言うとフレックス・ウィラー。ウィラーの方か、ルイスじゃなくて、はい、ウィラーの方だ。
フレックスウィラーの体がやっぱ一番好きっすね。でもあれも俺たちの世代だと思う、あれですよね、写真ですよね。うん、写真ですね。でさ、こっち下向いてる写真じゃないですか。はい、そうっす。あ、こういうね、あれ俺も待ち受けにしてた時期あります。やっぱ体かっこいいっすよね、うん、だからあの丸さに憧れてるんでしょうね、うん、やっぱり憧れる体って自分にはない体だと思うんで。ああいう写真ってなんか回ってきません？回ってくる、うん、そうっすね。俺も先輩からすげえ回ってきて、はいはいはい、それでまた回したりして、うん、あの写真はね、すげえ出回ったと思いますよ。あれは、うん、やっぱり一番なりたい体はあそこを目指して、うん、頑張ってフィジークの、そうですね、まあ、プロで戦えるか立たないかぐらいのバルクに落ち着くと思うんですよ、うん、フィジークだけを目標にして目指してたら多分確かにベストボディぐらいしかいけないと思うんですよね、うん、才能ない方なんで僕も。そう、そうですね、うん、どこを目標にするかで。そうっすね。ただあの時のフレックスウィラーの写真回ってきたけど、活躍したのは10年ぐらい前ですから。そうっすね。そこが面白いですよ、はい、ボディービルのいいところ。ちなみにあの減量幅について今回ここ聞いていきたいと思うんですけど、はい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 、ここ最近の減量について、はい、まずあの減量幅、ここ 2,3 年で大体どれぐらい、大体10キロっすね。10キロぐらい、はい、減量期間は、今年に関してはごめんなさい、今回の大会に関してはめっちゃ長くて10ヶ月やりましたね。あ、すごい硬い落とし方したんですね、うん、なんかその、まあ、期間長ければ長いほどやっぱりだから、あざみさんにちょっとこう影響を受けた部分もあって、あ、なんかこう要はもうその綺麗な食事を意識してたら減量してたんですよ、うん、気づいたら、そしだからそれに慣れてたんですよね、食事に慣れたんで、あんまりきつくなかったっすから最後まで、それが当たり前だったんで。なるほど、うん、だ今回は10ヶ月やりました、うん、じゃあもうほとんどあの生活習慣で落とせたって感じ。そうです、8月の末からやってますから去年の減量。じゃあ忘年会だったらすでにもう減量チェック減量してましたよ。だからどこで寿司あんま食わない、はいはい、つかけんばっか食べて、つかけん、あとあのなんだっけ、寺島くんだよね、はい、食ってましたね。こんなパンパンなやつを皿ごと持ってってましたもんね。そうですね、ありましたね、はい、ちなみに、初期 の、はい、その元気さんが出た2015の仕上がり体重と、はい、今期の仕上がり体重をちょっと聞きたいです。初期が多分70ぐらいじゃないですか。ああ、マジっすか、はい、じゃあもうブレイズの時は70だからないか70ぐらい、さらに絞って出てたんだ、はい、めっちゃでかく見えましたけどね。あ、そうそうそう、だから絞って出たんですよ。うん、それで今は85ぐらい。ああ、15キロぐらい。はい。ああ、素晴らしい。まあ10年。そうですよね。10年ぐらいか。うん、やっぱ年に1キロって穴がち嘘じゃねえかっていう感じがしますよ、ね。だからまあ最終的には87、8が僕のマックス値かもしれないですね。うん。多分。なるほど。でここからちょっと、マニアックな話になってくるんですけど。はい、やっぱりその僕らコンテストにただ出てるだけじゃなくて、はいはい、こんな勝ち方したいとかってあるじゃないですか、うんうんうん、だからその自分の遺伝子とか、うん、自分のその、 あの理想を持ってどうやって勝ちたいか、うん、ちょっと聞きたいな。え、例えば、例えばは僕だったら、はい、あのまあ、バルクで勝ちたいって感じじゃないですよ実は。あ、ディティールで勝てたら、あのだから憧れてる選手もショーン・レイとか、うんうんうん、そのミロスとか、はいはいはい、ディティールかっこいい、できればそう勝ちたい。はい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 。でもなんか自分の遺伝子と相談すると違うっていう、まあ難しいんですけど。そうですね。でもやっぱり僕はなんかそのなんだろう、やっぱないものをつけて勝ちたいので、うんうんうん、やっぱ大きさで勝ちたいですよね。うん、大きさが欲しいです。なるほど。で大きさをつけてバルク勝ちしたいですね。うん、なんかバルク勝ちしたことって多分今まで一回もないんで。その要はプロクオリファイだと、海外の選手が入ってくるプロクオリファイだ、海外の選手が入ってきたプロクオリファイでバルク勝ちしたいですね。そしたら多分プロでちょうどいいバルクになると思うんで。戦略はそうするとどういう戦略を取ればいいんですか。いや、だからもう本当にオフに、まあ高重量扱えるようにしっかり体重を、だからあざみさんの言う通りその綺麗な食事で増やしていく、オフの取り方ですね。選手としての、まあ、コンテスト出なかったとしても今年中にここまではやっておきたいっていう目標はありますか。いや、もうやっぱり体に対してはもう一番でかくしたいですね今年は。うん、うん、だからその去年、ここ最近やっぱりそんなでかくなってないですよオフで、うんうん、
だからやっぱでかくしたいですね、うん、で周りみんなでかくなってるじゃないですか、なんかそうですね、なんだかんずっとやってる人も、うん、だからやっぱりそこはちゃんとでかくしていきたいですね、キムカンさんもね、そうそうそう、うん、もう考えられないですもん、うん、あのキャリアもまああって、うん、まださらにでかくなってるっていうの意味わかんないですけど、確かに、はい、あとジョンさんとかも結局でかいですから、ね、でかいでかい、奥もいやまたでかくなってる感じしますじゃない、あるじゃないですか、すごい奥でかいみたいな、私もうプロのフィジークの子たちもみんなでかいじゃないですか、うん、俺最初見た時ボディービルやってる人なんだなと思って 2,3 年ちょこちょこお会いしてたんで、まさかフィジークの選手で思わなかったですよ、あれでぐらいでかい、うん、いやマジででかいっす、じゃあ今年の目標としてはもう最大限のバルクを、バルクを追い求めたいですね、やっぱり、まあ、やっぱりだからさっき言った食事量を食べて重量を追うっていうところですね、っすね、シンプルですね、うん、はい、じゃあここからもうちょっと食事のことについて聞いていきたいんですけど、はい、まあこれ変わるとは思うんですけど、はい、最近の、増量期の定番食ははやっぱ牛なんですよね、牛肉、はい、うん、牛はちょっとやっぱ値段はね若干高くなりますけど、でもここにやっぱお金かけたいんですよね、うん、僕は食事に、うん、だから牛肉のランプをだいたい食べますね、うん、それはもうあれですか、スーパーに安定して売ってるもんなんですか、売ってるっす、で近くに肉屋さんあるんですよ、あラッキーっす、家のそこの肉をだいたい 250g ぐらいのやつを買って、うん、それを2回に分けて食べる、ステーキにして、はい、ほぼレアで、あほぼレアで塩コショウで、食べるのがもうタンパクは定番っすね、うん、炭水化物は米、炭水化物は米と、あとは担当類がやっぱオフは入ってきちゃうんですね、担当類、まあ、和菓子、和菓子、うん、和菓子系はやっぱ入ってきちゃうんです、元気さんといえば八つ橋ですよ、そうっすね、あれでしょ、あれ、うん、あれなんだよね、緑のね、そうあれは食べますよ、ね、はい、でもやっぱ今回でその加藤があんまり僕合わないことに気づいたので、カーボアップとかはね、うん、餅と蜂蜜、うん、マヌカハニーで行きましたけど、うん、まあオフなんで、うん、まあ加藤も入れつつ、加藤っていうのはもうあれブルーベリーとか、はい、いろいろ、うん、果物なども取りますし、うん、なるほど、はい、ちなみに原料期の定番食は、原料期もだからもう変わんないですよね、ランプなんですよ、あそうなんですね、これもうランプとあとサラダ、うん、ごぼうと鶏の蒸し鶏のサラダっていうのが売ってて、スーパーに、あスーパー、はい、はい、東部のス、まあ、うちの近くのスーパーに売ってて、はい、それを2食食べる、それにランプのせいを2食食べるんですよ、あ糖質なしの、まあごぼうとかに糖質ちょっと入ってますけど、うん、まあ、あんな食物繊維じゃないですか、うん、とあとは朝はもうワカサギの佃煮みたいなのがあって、ワカサギって魚ですか、魚す、佃煮甘いやつあるんですよ、あ、はい、それとサーモン、パックされてるんですか、そうです、はい、サーモンを 150g、はい、あいい油入ってますね、はい、これがもう朝で、あとヨーグルト、うん、ザバスの 15g のタンパク質が入ったのが69キロカロリーであるんですよ、うん、糖質ほぼ入ってない、それ2個とサーモンとワカサギ、なるほど、でワカサギと牛のランプとサラダで、牛のランプとワカサギとサラダっていうのをあと3回繰り返しますね、うん、でもやっぱりなんかあれですね、海外寄りの食事ですよね、あですかね、いろんなもの取るっていう、うん、結構だ脂質は取ってますね、その魚から取るようにして、うん、だからヨーグルトあとは結構対応しますね、うん、結構そのプロテインは減量中あんま飲まないです僕、うん、だったら固形で取った方がいいですね、固形取りたいですね、それみんな言うんだよ、はい、分かるすごい、今回はまさにそう、本当ほぼ飲まなかったですねプロテイン、うん、増量期は役立つんですけどね、そうですね、減量期は固形ですね、はい、じゃここからちょっとまあ体重の話なんですけど、はい、どっちかっていうと増やすのが得意か減らすのが得意かっていうのは、減らす方が断然得意ですね、あやっぱそうっすよね、うん、やっぱ食え、まあもう年も重ねてきてるんで、うん、だんだんその変なものが食えなくなってきてるんですよ、うん、まあまあ、まあハンバーガーもそうですし、はい、ハンバーガーうまそうに食べる人があんまり理解できないですねここら辺ベチョベチョになりやがる、食えないっすねもうラーメンとか、あーラーメンはねきつい、だからそのいかに原料食をいっぱい食べる感じじゃないですかね、うん、そうすると得意なやつ誰もいないっていう説ある、ね、そうっすね、いや本当にあの増量なんてやっぱ大変ですよ、だから力士なんてね、すごいすね、関取さんはすごいと思いますよ、ちゃんこだけであんな増やすんだから、いやすごいっすよマジで、原料食じゃんちゃんこなんて、はい、双子山部屋の見てますけどすごいっすよ、うん、
食に対してのね、はい、極め方が尋常じゃないです。でぶつかり稽古して筋肉つけて、いや本当にほぼボディビルです、はい。ちなみにここからちょっとトレーニングの質問になってくるんですけど、はい、俺元気さんといえば弱点を改善するのが得意って。おお、なんかそれ嬉しいな、その、うん、多分腕っつったら腕めちゃ得意ですし、背中っつったらその背中が確実に変えるじゃないですか。はいはいはい。でそのどういう戦略でどういう取り組み方をすればそうなるのかなっていうのをちょっと聞きたいんですよ。単純に多分その辛い種目から逃げてたんですよね、うん、弱点部位って。多分皆さんもそうかもしれないですけど、弱点な部位ってやっぱボリュームと、重さが低いと思うんですよ、うんうん。だからじゃあ今回背中、まあ、背中はやっぱりそのベントバローって今までやってなかったんで、はい、それを1年半やったっすね。あ、最初マジで僕60キロでもベントバローちゃんと引けなかったんで、うん、もう弱すぎてこの辺が、うん、維持できるのかね。そう、あの姿勢がきつくて、うん、でも最後は、まあ、140とかだとちょっとこう状態上がりすぎるんで、うん、120とかでしっかりとセット組めるようになったんで、うん、それでなんかすごい変わったっすね。なるほど。背中に関しては。で、二頭に関してもやっぱ今までマシンとかでしか昔やってなかったんで、はい、それを単純にバーベルアームカールとか、うん、そのインクラインの、うん、まあ、ワンハンドとか、辛い種目をやり出してからついたっすよね。なるほど。すごいシンプルな答えでしたけど、うん、だから俺が思ったのは頻度を高くするとかさ、はいはいはい、そういうふうに思いがちだけど、うん、強度を単純に高くすればいいっていうことなんですね。そうですね、強度、うん、そうですね、うん。あとはやっぱネガティブな意識ですかね、なんかグッとこう、ね、はいはい、そこが意外と大事な部位は大事かなっていう、うん。これはちょっと皆さんもね参考になるというか、はい、なる、まあなんかやっぱこういうふうに単純に答えてくれるのが一番まずはいいと思うんですよ、うんうんうん。でここからちょっとまた元気さんの考え方について深掘っていきたいんですけど、はい、元気さんにとってのトレーニング強度とは。いや、やっぱり重さでしょうね、うん、重さで。だからその強度が高い種目って多分やりたくないっていう感情が出るんですよ、うん。そのトレーニングはやりたくないなと思ったらやっぱ強度高い証拠かなと思いますね。そうかもしれない、はい、確かに。だから嫌ですもん、本当に僕も一人じゃできないんで、うん、トレーニング、うん。だから毎回その井口くん呼んだり、うん、うちのスタッフ空いてる子にスクワット絶対補助させてますし、一、うん、人じゃできない重量を誰かとやるっていうのがやっぱ強度なのかなと思いますね、うんうん。最近俺も思うんですよ、はい、ゴートレしてる時めっちゃ力出るんですよ。ですよね。だからあざみさんなんか今まで結構一人でやってたから、そうそこが伸びしろっすよね、普通に考えて。なんか自分の中で 80% の力で伸ばしていきたかったっていうのがあって、うん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 、怪我も怖かったんで。だけどなんか正しいフォームを身につけた時に 120% 出しても痛くないことが分かったんですよ、うんうん。それからゴートレ結構対応する。なるほど、いいっすよね、やっぱゴートレは、うん。全然違う、今日もすごかったもん、うん。ありがとうございました。いや、本当にためになったっす。じゃあ概念、まあ、トレーニング強度の概念に関しては補助をつける。そうですね、一人でできない重量を誰かとやるっていうのが強度。じゃあここからなんですけど、好きなマシン、メーカーなども含めて、このマシン好きなんだよねみたいなのがあれば、例えば胸でいきましょうか。うん、でもそのプレートロードのインクラインとかのマシンはいいなと思いますね、うん。例えばそれどこに置いてあります？うちの勝ち時の店舗にありますけど。じゃあ触れますか？金金ジムとかにもあるメーカーですけどね、はいはいはい。はいいかな、うん、あれはいいっすね。すごいインクラインのプレートロードのマシンは好きっすね、うん。背中だと、まあ、背中もほぼフリーウェイトなんですけどね。俺も最近そうなんだよね。はい。なんかね、でもだから本当にもう本当つまんない答えですけど、うん、アシスト付きのチンニングのマシンじゃないですかね。 あれがあるとやっぱりセットを一人でも追い込めるんで、わ、うん、かる。で体もぶれないというか、うん、だからアシスト付きのチンニングマシンはめちゃくちゃいいっすね。俺もどれもベンチに足乗せてチンニングやってる。ああいいっすね。いいっすよね、うん。背中はそれっすかね。なるほど。なんか強度の高いことやってますね。うん、やっぱまあベーシックなんでしょうけど、うん、その辺ですね。次にで、ちょっともうここからプライベートの質問になってきちゃうんですけど、はい、好きな食べ物は？
わあ、でもやっぱお好み焼きっすね。ああ、そっか。それも粉物なんだ。はい。うん、粉物。でもやっぱり、あざみさんとこ出会ってから、その何、食材、うん、の良さっていうのは、すごい影響を受けてるんで。あ、本当ですか。うん、やっぱり、それがすごい、なんか最近は食材ばっかチョイスしてますね。うん、だから、タイ料理が好きっすね。あとは。もう食材ですもんね。うん。うまいっすよね。うん、変なも入ってないっていうか、うん、ヘルシーだから。タイ行くじゃないですか、はい、体重激落ちして帰ってきますから。ですよね。ほぼ減量食ですもんね。めちゃくちゃ安いです。カオマンガイとか、はい、それはある。だからあんまり食材と食材の飯が好きっすね、うん、今は。コンテスト後毎回何食べる？わあ、でも本当、まあ僕はもうアイスミルクっすね、うん、ラクタイスじゃなくて、うん、ちゃんとしたやつ。ちゃんとしたやつ。例えばパルムでしたっけ、はい、あれもちゃんとしたやつ。アイスミルクっすよ。だから雪見大福とかその王道のやつって結構ハーゲンダッツとかもアイスクリームっていうかアイスミルクなんですよね、うんうん、それアイスはめっちゃ食べるっす、うん、ぶっちゃけコンテスト後は変なものを食べるっす。アイス、雪見大福10個は食べましたね、うん、10個1日でも雪見大福ってずっとうまいっすよね。うまいっす。なんかね、あれ脂質少ないんですよ、だから結構優秀で。それとあとは減量食をお腹いっぱい食べるっていう。ああ、そうなんですね。意外。結構それやってましたね。よっぽど合ってます、ね。うまかったんですよ、減量食が。もっと食いたかったんだ。もっと食いたかったっす。肉も、まあランプのそのお肉屋さんの肉なんで結構いい肉で、ね、うん、めちゃくちゃうまかったっす。こういって米カカカカっていって。そう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 。うん、その減量食をいっぱい食べるって感じですね、コンテストに。アイスと。ヘルシー。あんまり元気さんってコンテスト後のチートミールやんないですもんね。あのね、僕はそのなんだろう、やっぱまあ目標が優勝じゃないですか、うん、勝ったらやりたいんですけど、うん、なんか負けて、僕の中だよね、やっぱ負けてやるってなんかちょっとその動画の再生数欲しがりすぎかなって思っちゃうんですよ。それをやるならもっと違う動画撮りたいなっていう感じでやんないですね、うん、まあ僕が出してる動画もハウトゥー動画なんで。そうですよね、そういうエンタメに振り切ってない、ね、そうなんですよ、それもあるかもしれないですね、うん、これ皆さん勘違いしないでほしいんですけど、結構あれエンタメなんで、みんな無理やりやってるだけだと思います。そうですね、うん、実際もうね、実際コンテスト終わったらそんな腹減ってないですよね。腹減ないですね。結構カーブアップしてるし、あると思います。はい、じゃあここからちょっとあの YouTube の話なんですけど、はい、チャンネル登録してる YouTuber は。ああ、それ面白いです。だから双子山部屋っすね、うん、今はもう完全に減量中めっちゃお世話になったっすね。じゃあ東出さんがジビエのカレー作ったのも見ました。見ました。見ましたよ、もちろん。あれはすごかった。あれ良かったっすね、うん、ああ、あれ見ました。あれはね、見たっす。だからその生田部さんは知ってます？俺ね、そこしか、そこしか見てない。ああ、それしか見てない、うん、その部屋 の今最近今場所、うん、名古屋場所で関取になった人、重量に上がった人いて、その人とちょっと連絡取らせてもらって、おーすごい、でうちにちょっとトレーニングしに行きますって言ってくれてみたいな感じで。面白いですね、それは。そうだろう、双子山部屋と、うん、あと何見るだろうな、そんくらいですかね。そんくらいなんだ。じゃあもうおすすめに上がってくるじゃないですか、チャンネル。はい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 、もう相撲ばっか出てきちゃうんだ。うん、相撲とちょっと見てみますね。ちょっと見てみましょう。うん、あとは車のチャンネルとかですかね。あ、車とかもあれなんですね。車もやっぱ見たりしますね。元気さんは車何乗ってるんですか？今はもう、あ、ベンツ、うん、ですね、のクーペのやつ、でかいやつ。でかいやつ。はい。ただ僕そんな車もそこまで興味はないんですよ、うん、ただその乗り換える時とかに見たりするぐらいで。あ、そう。あとはだからドンマイ川端さん面白いっすよね、ドンマイさん。面白いんだよな。そう、面白い。あれは独特な感じがいいっすねワードセンスと。わかる。その2チャンネルじゃないですかね、よく見るのは。ああ、はい、2チャンネル。あ、2チャンネルというかその2つのチャンネル。あ、わかりました、ありがとうございます、はい、いや元気さん意外とだからあんまり YouTube 見てないってことだね。そうっすね、なんかあんまり見ないかもしれないです。 TikTok の方が見ますね。ああ、そう、今の若者は TikTok らしいですね、うん、なんかね、なんかやっぱ長いのが見れなくなっちゃってますね。あとはそういう都市伝説もやっぱ僕好きなんで。あ、はい、直樹マンとか。直樹マンも見ます。その TikTok でいいなと思ったところから見ますね。そうなんですね、はい、
じゃあ繋がってんすよ YouTube も。そうですそうです、繋がってますよ。 YouTube の本編に入れるための TikTok でやってる人もいますから。勉強になら、なるほど、はい。というわけで、ちょ元気さんへの質問ちょっとまとめてみて、こういう風にね、そういう、そうですね、意外とこういうのはやってることは真剣なんで、うんうんうん、そういう方に今振り切ってるんで。なるほど、またちょっと、いろいろ聞かせてもらって、はい、ゴートルもまたやって、ぜひぜひよろしく、また来ま、こうさせてください、お願いします、はい、というわけで今日は元気さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。浅見さん。